大変だよ、カツニ。ああ、ミツルギサキ、一体何を考えてるんだ。前回出てきたブースか、あれタヌキじゃなくてイグアナなんだって。どうでもいい、それはさすがにどうでもいいぞ、イサミ。どう見ても爬虫類には見えないんだよな。だからそこじゃないんだって。ミツルギサキがアイゼンテックの社長になって地球爆破宣言なんてもうしたんだぞ。俺にとっては自分の常識を覆された衝撃の方が。ハッピーハロウィーン。その作戦を実行した結果、地球はコッパみじんになります。アイゼンテック社のミツルギ社長が発表した突然の地球爆破宣言に社会は騒然としています。これを受け株式市場は乱高下を繰り返し、先行きへの不安が広がっています。街の声も様々です。ひどいですよね。おかげでさ、アイゼンテックの株が紙くず同然だよ。若者が目立ちたいだけなんじゃないですか。地球も大変だね。この間そこの惑星も爆発してたよ。それは一応 SNS で、はい、シェルターにかくまってくれるって人を見つけて。地球が消滅する前に子供たちと観光に行こうかなってそうですね。たとえ世界がどうなろうと、私は船が港に帰るのを待ちます。だから明日も T シャツを作るだけです。 T シャツです。はい、はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。地球爆破の影響が広がっていますね。 CM の後は宇宙移民問題について考えるです。の天気です。今日はヨーロッパの教科。はい、それでは第3問。おかしいな、この間の街頭インタビューどの局もやってねえんだよな。私も見たいです。どうせカットされてるよ。それよりさ、ここ1週間で未確認飛行物体の目撃情報が急増してるって。これお前宇宙から父さんの T シャツ爆買いしに来てんじゃねえ。インパクト足りないでしょう。爆破宣言で一番注目されてる星じゃん。ですよね。侵略なんて飽きてるくせに消滅するって聞いた途端宇宙から大勢観光に来てますからね。今の地球は視聴率取れるよね。だって滅びゆく星なんて最高のエンターテインメントじゃん。あとはいい感じでよろしくね。結局丸投げだよ。もう三つ木社長本人に取材するしかないぞ。うちだけじゃなくどの会社も断られましたよ。エディ、だからお前はダメなんだよ。取材できなくても例のやつがあるだろう。やらせですか。演出だ。ほら、仕方ないな。はっ。三つ木社長の企みとは。そして地球の運命はいかに。どうしちゃったのよ。イメージ映像に抗議殺到じゃない。
僕たちが求めているのはドキュメンタリーでしょ。あんなやらせ丸分かりのやつダメに決まってんじゃん。ですよね。なんでお前あんなのに変身しちゃったんだよ。いて、とにかく数字出してよめ。こないだはエンタメって言ったくせに急にドキュメンタリーってむちゃくちゃだな。お前もボケっとしないでなんかないのかと言われましても。昔は受けたんだけどな。あ、この人牛ブランドの創始者じゃないすか。あの宇宙 T シャツのか。バド星では一枚の T シャツをめぐって国が二分され宇宙戦争が起きたんだぞ。そんなすごい人には見えないっすね。だからお前はダメなんだよ。視聴者が求めてるのは地球爆破で一つの才能が消えていく瞬間だ。その悲しみが視聴者の共感を呼ぶ。よし、これでいこう。いやお二人バッチリっすよ、衣装もね。じゃあ何と説明しますんで、どうぞこちらへ。何の騒ぎです？有名デザイナーの父さんにテレビの取材だったぞ。マジで？すげえ宣伝効果じゃん。あの父さんの取材なんておかしくないか？ボケっとすんじゃねえよお前。何やってんだお前。じゃあ牛尾さん、普段通りでお願いします。いらっしゃいませ。さあ、ゆっくり手に取ってご覧ください。ただいまニューヨークストリートで大変人気のある品々を用意させていただいております。そしてこちらには我がショップ自慢の T シャツが取り揃えられております。あー、カットカットカット。あの、普通に頼みます。いやいや、これは普通なんですけど。普段が普通じゃないんですけど。いや、あの、ちょいちょいカメラ目線になっちゃってるんで。いけませんか。普通に、バイブス派がすげえよ。どういうことだ。さあ、お手に取ってご覧ください。ニューヨークストリートで大変人気のある商品でございます。あのカメラからだぜ。見たこともない T シャツを見つけた時の驚きと感動、それってすごい体験じゃありませんか。港牛尾50歳、クワトロ M のオーナーだ。牛尾ブランドは地球で生まれ、地元だけでなく宇宙全体でも愛されている。お客さんはね、 T シャツからほとばしる情熱を感じた時に買ってくださるんですよ。その信念を貫いて牛尾は20年以上もこの店を続けている。ないな。これはありだな。もう終わりだな。これだよ。このブルーは地球です。これを着て地球が青かったということを思い出してほしいんです。デザイナー牛尾は一途に夢を追いかけていた。地球爆破で夢が壊されるじゃないですか。怒りが湧いてきませんか。大丈夫です。私は明日も T シャツを作るのです。次週後編、牛尾の地球にかける思いが明らかにされる。このままだと番組打ち切り。視聴率取れてないからね。スポンサーが番組降りたいって言ってるんだよね。まあ適当にまとめといてね、よろしく。適当にまとめろって言われてもな。とりあえずダメ元で当たってみるか。一つお願いがあるんですけど、例の地球爆破ですが、もうちょっと早くやってもらうってわけにはいきませんかね。古き友は言った。期待はあらゆる苦悩のもと。ウィリアム・シェイクスピア。それってオッケーってことですか。私はあんな釣り目じゃない。うわあ。そんな中、途方に暮れたスタッフにとんでもない情報がもたらされた。牛尾って T シャツデザイナーがいるでしょ。あの人ウルトラの父なんですよ。普通のおじさんにしか見えないっすけどね。カモフラージュじゃないか。 T シャツ作りも世を忍ぶ仮の姿。じゃあ
この父親にも特別な力が？ウルトラマンの父親が普通の人間なわけないだろう。新たなヒーロー誕生。これなら番組だって続くぞ。今度こそ T シャツの注文が殺到すると思ったんだけどな、兄ちゃん。例の地球爆破計画、爆弾の場所が分かったんですよ。解除できれば地球は救われるんですよ。いや、急にそんなこと言われても。分かってますよ。ヒーローはピンチの時しか本気を出さないんでしょ。は？緊急告知。朝日、娘の居場所はこちら。さあ、ヒーローショーの始まりだ。今日は生中継で行くぜ。朝日、ただいま。あれ、父さん店番サボったのか。カツ兄大変だよ。バイブさん拾ってたらこんなもんが。果たして無心は地球を救えるのか。朝日、なんだよこれ。あいつら父さんネタにしやがって。そして娘の運命は。朝日、みんなお出かけですか？遅いな。もう到着しても良さそうなもんだぞ。おい、場所は伝わってるんだろうな。メフィラスさんもチェックしたじゃないですか。わかりやすい地図だと思うんだけどな。今来たのがこの道だから待ってろよ朝日。朝日！パパじゃない、お父さん。バカなことを言うな。娘を置いて逃げる父親がいるか。でもお父さんも死んじゃうかもしれないんだよ。怖がらなくていい、必ず助けてやるからな。父さん、それは言ってほしかったんですよ。今の撮れました？朝日、何言ってんだ。爆弾は偽物なんですよ。いやー、感動のシーンが撮れた。これはテレビ番組なんですよ。偽物で盛り上がるわけないだろ。これはドキュメンタリーだ。爆弾は本物だよ。ここでルールの説明です。今から6分以内に地球爆破爆弾の起爆装置を解除してください。間違えると電流が流れたり、各所に仕掛けられたミニ爆弾が爆発するので気をつけてください。それでは頑張ってください。僕を騙してたんですか？お前もそいつを騙してただろう。その話は置いといてですね。父さん、お前ら誰だ。朝日は。この映像は全宇宙の視聴者が見ている。視聴者はみんな刺激を求めてるんだよ。そんなことのために父さん騙したのか。本物か偽物かなんて関係ないんだよ。人生はショーだ。数字さえ取れればそれでいいんだ。人の人生をもてあそぶな。君たちが来てくれて助かったよ。これで視聴率が
張り上げるぞ。うわあ、うわあ、あとは水、コンビニの海。いいっすよ。私は逃げない。なんで、俺みたいな宇宙人置いていけばいいじゃないですか。宇宙人でも置いていけないよ。それに今地球が爆破されたら妻との約束を守れないんだ。約束？どんな時も T シャツを作り続けるって兄ちゃんと約束したんだよ。潮さん、あ、急げ、イサミ大丈夫か。この音を止めるんだ。おい、この音を止めるんだ。セレクト、クリスタル、シュハリケーンバレット。よし、アクアジェットブラスト。これぐらい若い頃はもっと無茶してたんだ。バカ、アオ、バカ、アオ、私は兄ちゃんの帰ってくるこの街を、この地球を守るんだ。止まった、外れた。あ、牛尾さん、やった、助かった。
爆弾にしたら軽いな。もっと数字を取ってやるぞ。あのな、人間はな、数字じゃないんだよ。おあ、これどうしよう、どうしよう。ショーは終わりだ。どうなの？トリプルオリジウム光線！これがリアリティだ！朝日にも父さんの活躍を見せたかったな。もう100回ぐらい聞きました。父さん、 T シャツの大量注文来てるよ。住所はピット製。またいたずらなんじゃねえのか。俺さ、父さんのデザインさ、嫌いじゃないよ。子供じゃないんだから。よし、明日も T シャツを作るぞ。父親の感動的な活躍でこの町は救われたのだった。どうせ全部爆破するんだけどね。レッドキング、身長45メートル、体重2万トン、怪力自慢の怪獣。そのパワーはカツ兄の剛速球も楽々受け止めてしまうほどだ。次回も見てくれよな。三菱社長、あなたの指令系統から外れることを宣言します。どういうことだダーリン。 AZ 計画を発動します。目的は社長の暗殺です。そしてそのために。朝日まで巻き込むなんて。次回、ウルトラマンルーブ、善人と悪人。待っている朝日、私が助ける。